僕もなんですよ実は。さっきから寒い寒いっておっしゃってて、寒がりなの？寒がりというか僕多分ね脂肪がないので寒さに弱いんでしょうね。やばいっす、痩せていきます。そう、今朝の中日スポーツご覧になった方、あ、意外と見てない。今日の記事載ってますから。藤井さんは昨日名古屋球場で自主トレされた。昨日ちょっと自主トレされたっていうか、まあ練習しましたけど、皆さんの見ない方がいいですよ。あ、そうそう、あの写真のね、打ってるとこはまだいいんですけど、その上の走ってるとこはね、もう病人ですよね、本当に。本当に若干元気なさそうな気持ち。危ないですよね、ちょっと僕字がね、ちょっとね、字が白いんですよ、どうやら。色人でいらっしゃる。で、毎年あのグアムに行くおかげで日焼けしてちょっと健康的になるんですけど、はいはい、今年ちょっと僕行けないので。ああ、どうしましょう。やばいですよね、ちょっと白いままですよね。藤井選手がヒサロに行ってる姿もちょっと見たくない気もしますしね。ちょっとね、行きたいんですけどね、ヒサロ。本当ですか。はい、ちょっとあの藤井かトニーかぐらいのブランコ、藤井かトニーか感じで行きたいんですよ。あ、皆さん期待してくださいね。チャネルズみたいな感じでバッターボックス立ったので。やばいですよ、本当に。はい、なるほど。でそんな、中日スポーツの話ちらっとしましたが、自主トレしていて、今シーズン中のベストシーズンよりなんと3キロほど少ないんですって。はい、ですよね。お正月太りした方こんなにいらっしゃるの。あ、意外といなかったですね、今。びっくりしましたけど、ちょっと意地を張った方もいます。意外とお正月太りされないんですね、皆さん。いや、まあ、もう僕も含めするんですけど、藤井選手は減っている。そうなんですよ、これは毎年のことなんでいいんですけどね。でもね、ちょっと驚愕ですよ。改めて体脂肪率って今何パーぐらいで。大体ずっと6ぐらいです、僕。まあそれがいいか悪いか分かんないですよ。いや、ひえーって言われましたけど。6、って言った方、でも女性が6ではまずいですよ。女性はもうあの6なんて言ったらもうそんなもうね、なんですか、男性イメージしまいますから。気をつけないと。女性はでもある程度ね。そうです、そうです、ていてほしい。もう健康的な方がいいですから、絶対。すごい体脂落ちてる中、はい、ここからじゃあまたちょっとトレーニングで上げていく感じですか、ね、食欲も増えてとなるはずなんですけどね。はい、なるほど。またここから調整が進んでいくと思いますが、はい、まだとはいえキャンプインまでちょっとあります。そうですね、まあでももうすぐですよね、本当に。あっという間ですね。あっという間に春のキャンプなんですね、もう。そうですよ、ご自身のことですよ。やばいっす、本当に。秋のキャンプ終わってからそんな経った気がしないんですけどね。おー、もう待ってます。でも、まあ、わずかなオフの期間、はい、ゆっくりできるわけじゃないですか。どんなことして過ごすんですか。もうリラックスをするっていうことは第一に考えてましたけど、本当ゴルフ行きました、たくさん。あ、ゴルフ。はい、ゴルフは右で打つんですか、左で打つんですか。まあ、右で打ちます。右で打つんですけど、ええ、これ本当に僕おかしいんですよね。ゴルフ愛はすごく強いんですけど、ゴルフ愛、ものすごい下手なんですよ。上手くならなくて。へえ。野球選手ってやっぱオフはゴルフが多いので。でも大体プロ野球の選手っていうとゴルフ上手いってイメージありますよね。まあそうなんですよね、一般的にはそうなんですよ。あ、じゃあ一番ドラゴンズの中で上手い選手ってどうなんですか。いや、もう立浪さん、井端さん、はい、谷繁さん、ほうほう、和田さん、はい、すごいっす。スコア的にどんぐらいで回られるんですか。70代で回ってますよ、本当に。70代。お父さん70代ってすごいんですよね。うん、70代もプロ級ですよね。へえ、はい、その中藤井選手。僕はですね、一番良くて105ですね。でも、まあ、105って分かんないですよね、感覚がね。野球で言うと、ね、野球で言うと、そうですね、打率1割2分5厘ぐらいですよ。ぐらいの感じですよね。あんまり良くないですよ、それ。まあ、そうです、8打席立って1本打てばいいかなみたいな感じですよ。なるほど。じゃあちょっとゴルフもうまくなりたい。なりたいんですよ、本当になりたいんです。なりたいんですけどね、幾分基礎がないので。幾分、はい、ダメなんです。いやいや、それこそでも左で打った方がいいんじゃないですか。でちょっと思ったこともあるんですけど、まあでもやっぱ右の方が
今日左打ちの人でも右でゴルフする人多いんですよ。あ、そうなんですか。はい、なので、あの、やっぱ右の方がやりやすいんじゃないですか、ゴルフ自体が。よくわかんないですけどね。あ、クラブもあるかもしれないですね、種類がね、なんとなく。そうですね。でも左でゴルフをしたら立浪さんにクラブをいただけるので、おものすごいいいクラブもらえるんですけど、使うことはできるんですけど、あの、羨ましいなと思いつつ、まあ、僕はでも右でやってますね。はい、なるほど。まああのゴルフの打率は、まあ、野球に換算すると、まあ、1割2分ぐらい、大したことないっていうふうにおっしゃってますけども、はい、そうですね。去年のシーズンは2割9分9厘まで行きました。あと一歩でしたね。まあでも逆に良かったのかなって本当に思ってます、僕は。その、ね、中途半端に3割を打ってしまったみたいなぐらいのことじゃなくて、こう、もちろんその試合出続ける大変さだったり、3割というものの難しさだったり、すごくいろいろなことをこう感じることができたので、今後、今年以降のシーズンですごく気持ちの上でも変な油断もなくずっとやっていけるんじゃないかなと思うので、よかったと思います。ますます無限の可能性を感じさせてくれた去年でしたから、今年はもう皆さんますます期待してますよね、これね。あ、まあまあいいっすか。ありがとうございます。やっぱり我々としてはですね、あ、我々っていうかね、まずじゃあ皆さんどうだろう、藤井選手に打ってもらいたい打順とかってありますかね。まあ、ないみたいですよ、だから。いや、あの、ありすぎて困ってるんですよ。1から9まであるしなくてね。ほら来た、1番6番なんか競りみたいになってきた。どうだ、3番。僕はね、個人的に1番。僕はもう何番でもいいっす。何番でもいいっすか。最終的に自分に合う打順っていうのが分かってくるかなと思うんで、とにかく試合に出たいっす。あ、もちろんそれはそうですよね、はい、なんか急に謙虚じゃないですか。さっき打ち合わせの時は1番打ちたいって言ってたじゃないですか。そうです。なんか今そういう流れでしたよ、ちょっと。そんなことは言ってないですよ、皆さん。僕はそういうことは言わないです。1番センター藤井聞きたいですよね。ね、1番ね。ね、ほら、聞きたい。いや、おい。いや、まあ僕はあの、そういうのはあの胸の内に、はい、秘めるタイプ、ね、秘めといて、で、あの、いざそうなった時に実はこう思ってたんですって言います。はい、温めるタイプなんでね。そうですね、温かいものだと、はい、ちょっと首回り皆さん寒くないですか、大丈夫ですか。心配ですか。モンスター暖かいですけど。ちょっと、ね、皆さんね、暖かくして聞いていただきたいと思いますけど、じゃあますます暖かくなっていただくためにもですね、まあ、いろいろやっていきたいなと思うんですけども、これは野球道具はこの辺に置いてあるんですか、スタッフの方ね。おー、あります。ありますね。今日何があるんですか。バット。おお、すごい。バット、バット、バット、バット。藤井さん、スタッフの方、どう見てもスタッフの方、本物ですよね。これ藤井選手のサイン、サインが入った本物を。じゃあ、あの子にプレゼント。直で。おかしいじゃないですか。いや、これをちょっと、これは何バットですか。割と重たいですね。試合用のバットです。試合用のバットですか。はい、すごい、ちょっと持っていただいて。まあ、もしかしたらものすごい水吸ってんじゃないですか、これ。大丈夫ですか。水を吸ってますか。じゃあ湿気が多いところに放置してあった感はあります。あまり好ましくないですね。引っ張り出してきたみたいな。ちょっと見たいですよね。お尻でか。今年初振りではないですね。昨日の新聞見たら。びっくりしたよ。冷静です。驚きましたよ。人違いかと思いました。あの、人違い。そうそう。あ、でもこの色のバット振るの初めてですもん。あ、本当ですか。はい、いいフォローありがとうございます。このバットは初めて。そうです、そうです。いや、いいですね、これザクッと。はあ、やっぱ違いますね。こんな状態で振ってもでしょ。でもそんな姿で振る藤井選手なかなか見れないじゃないですか。ちょっと見たいですか。見たい、ほら、あんだけカメラ出てる。こんなちょっと、あ、はい、ほら、こんな大掛かりになっちゃって。そんなつもりなかったんですけど。いやいやいや、待ってますよ。はい、じゃあね、やっぱりね、パンで打ったけど。座って、みんな撮ってるから。目線をまず座って。はい、せいさん、
これ貴重ですよ。